医学の卵は、カイドウ・タケルによる日本の小説。2008年に理論者から刊行された。2013年の桜宮市を舞台にした、夢見る黄金地球儀よりも、さらに未来の2022年の東場大学医学部附属病院を舞台に、論文で図像問題を取り上げて、医学生として、医学の研究をすることになった、中学生の奮闘をそして、戦いを描く。 タグチ、白鳥シリーズからも一部のキャラクターがそれぞれ出世する形で登場している。医学、医療情報が掲載されている。月刊誌、日経メディカルで2007年2月から2008年1月まで連載され、理論者のミステリーやシリーズで単行本化。文体も横書きで中高生向けに作られた小説となっている。内容に関しては、 医療関係者からも評価されている。児童向けの作品なので、毎回、当時小学生だった娘に読ませて、感想を聞いた。執筆時の BGM は、ルルティア、ロストバターフライ。世界的なゲーム理論学者、曽根崎慎一郎の息子である、曽根崎薫は、桜宮中学校に通う中学生。歴史以外の勉強は、からッキだった、薫だったが、 潜在能力試験で全国一位の成績を取ったことから、東場大学医学部附属病院解剖学教室の藤田教授の目に留まり、日本初の中学生医学生として東場大学の医学部に通うことに。かくして、スーパー中学生医学生としてマスコミにも注目されたカオルは、医学に対する無知を医学オタクの三田村の知恵を借りてフォローしながら、 医学生としての生活を過ごすことに。だが研究の最中に、レティノブラストーマにおける大発見をしたことから、カオルは、その研究の論文にまつわる欲望と悪意が渦巻く、大人の世界に巻き込まれていく。ありがとうございます。